似てるよ。本当ですか。うん、なんかプリティーウーマンで俺がジュリア・ロバーツになったらいいやつ。そんなね、そんなジュリア・ロバーツだったら僕は絶対お会いしない方がいいと思います。皆さん、マムチャンネルが始まりますよ。今回も楽しんでくださいね。いやーね、今日はね、本当にね、俺はね眩しいんだよ、こういう人に会うのはね。俺と全く違うね、芸能界の生活をしてきた人、また今もこれからしていく人でございます。はい、今日伺ったのは、今日伺ったんだ、今日来ていただいたのは、はい、井上順さんでございます。ありがとう。はい、マムシさん、今日は嬉しいですよ。なんで僕ね、マムシさんとねこうやってね対面してねお仕事するというのはご存知かも分かりませんが初めてなんですよ。そういえば初めてだね。あのね、ラジオでは、ね、僕はあの例えばスタジオに入ってるじゃない、その時マムシさんが外で、ほらおばちゃまたち相手に、あれ出たことある。いやもう何回も僕ね、大沢ゆりちゃんの、ラジオで、おルモいるのかそこに、なんて言いながらこうやって声かけて、あの蝶々発信やってたんですよ、二人で。そういうのあった。あ、ちょっと待ってください。あの全然俺覚えてないよ。いやいや、マミさん、大丈夫ですか。いやいや、ゆうゆうワイドで俺のミュージックプレゼント出てくれたの。あ、そうですよ。それで僕はねすごい人だなとね、昔からもちろんあのマミさんのことはね知ってますけどね、ああやってね、あのおじいちゃんおばあちゃんにね、あのラジオ聞いたことあった。そうそうそうね、平気で、おこのババアとかね、すいません口悪いけどね、あのこのじじいとか言ってね、それで皆さんに愛されてるねアーティストなんてね、僕はね知りませんでした。本当にマミさんとお会いするまでは。あ、そうか。やっぱり、ね、すごいことですよ。でもね、井上順だってね、はい、昭和22年です。22年生まれ、はい、戦後すぐだよね。そうです、はい、戦争は知らないけど、はい、そうです。お父さんお母さん、はい、おじいちゃんおばあちゃんは戦争の話をしてくれたし、はい、昭和を引きずってる男じゃん。あ、そうですね、まさにな、はい、それで長い方だよ。でまだ生きてるわけだからそうです。そういう意味であなたが俺のことをね、はい、気にしてくれたり、それから、まあ、今日も会いたがってくれたりっていうのはね、はい、俺は眩しいんだよ俺と違った芸能生活だもん。いやでもね、うん、僕がやっぱりこの世界に入って、あ、まあ、最初はあのスパイダースですよね、うん、だから野獣界に。そうそう、その前が野獣界でしたけど、うんうんうん、その時から、うん、あのマムシさんはあのウルトラマン、うんうん、ね、あの時は本名の石井で出てたから、まだドクマムシになる前だ。ああ、そうなんだ、うん、焦点に出て、あ、ドクマムシになったんだ、ね、はいはい、うん、あの焦点の時ってあれカラーでした。もうもうカラーから、カラーになったばっかしかな、うん、41年、はい、43年ぐらいだからね、はい、カラーですよ、うん、だから、うん、僕はね、マムシさんってどういう方なんだろうと、うん、お芝居もするし、うんうんうん、それとやっぱりこうやって寄席の方たちとのね、うんうんうん、あのお付き合いもあったりとか、やっぱり幅広いじゃないですか、うんうんうん、こうやってその当時のこのお仕事ぶりっていうのはやっぱりいませんよね、マムシさんみたいな方。その当時って言ったら演芸は演芸、はい、それからコメディアンはコメディアン、はい、それから役者は役者、はい、それからミュージシャンはミュージシャン。そうです、はっきりしてましたね。ああ、そうだね、はい、それから俺あの時から二刀流なんだ。いやだからそうそうそう、本当ですよ、ね、大谷の大谷選手の先を言ってたんですよ、ね、だからね、僕は不思議な、やっぱりね、あ、キャラクターを持っていらっしゃる方でどういうね生き方をしてきたんだろうと思って、だから今日ねお会いするのを聞きたかったのは、どうしてこの芸能界にねあの憧れたんですか。はあ、僕はなんかそれでさ逆になってる。純ちゃんにオファーしたら、はい、純ちゃんが俺に聞きたいことがあるって言ってたっていう、はい、ええ、そういうことか。そういうことですよ。ああ、そう、俺はまたねこれからね、はい、ハーバードとかね、はい、ロックスフォード行くんだけど、どうやって勉強したらいいか、どういうね、ことを習ったらいいんだって俺に聞きに来るか。いや、あのね、そうじゃねえのか。マムシさんのいいところってね、そうやって絶対出てこないような言葉ね、ハーバードなんて ね普通はね出てきませんよ。だって俺言ってたんだから、しょうがない。パックンじゃねえんだから。あ、そうか。うん、だから、ね、今日はだけどね、うんうん、井上順に俺持ち上げられる。俺ね、はい、あなたはね、はい、まあ、この本な、はい、たまたま、全部読んだわけじゃないよ。どうもありがとうございます。読んだけど、あの、いいジジイになりたい。
人に愛される、うん、人に笑いを与えて元気づけるじじいになりたい、うん、だから俺なんとなくねジョージ・クルーニーと一緒に喋ってる気がするんだよ。あのねマムシさんちょっとそれは言い過ぎだけど嬉しいないやそうだろ、はい、でよく見るとまたリチャード・ギアにも似てるんだよ。似てるよ。本当ですか。うん、なんかプリティーウーマンで俺がジュリア・ロバーツになってるよ。いやいやそんなねそんなジュリア・ロバーツだったら僕は絶対お会いしない方がいいと思います。気持ち悪い。これでビバリーヒルズが歩けないの。いや西銀座でいいね、うん、あそうか。でもねでもそうやって、ね、素敵なことをね方をねこうやってね僕対象にしてくれるのってやっぱ嬉しいですよ。いやいやだってそう思って今生きてるって言ってるじゃん。いやでもねあのそういう人たちがね例えば僕あのあマムシさんならご存知だけどあのケイリー・グラント、うん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 ね、あの彼が子供の頃から好きだったんですよ。いや名優だよ、はい、それでおしゃれでしょう、うん、だからあ大人になったらこういう大人になりたい背広が似合うんだよ。そうなんです。その通りなんですよ、うん、でね、はい彼の映画でね最後ねあの机の上にねオードリー・ヘップバーンと出たやつでね、はい、机の上に足を乗っけるんだよ、うんうん、その時の靴の裏がね綺麗なの細かく見てますね、うんはい、あのねオードリー・ヘップバーンと出る映画でねで最後こんな顔するんだよ、はいはいはい、これがね、はい、ああいう二枚目が大好きなの。あもうね なんとなく雰囲気あってねこういう大人になりたいっていうのがね僕はねやっぱり夢でしたね。じゃあ日本でいうと上原健さんとか上原健さんはねあの素敵すぎちゃう、うん、あの綺麗すぎちゃうんですよ、うん、なんかもうちょっと砕けた方がいいかなっていう感じがするんですけどね。三國連太郎さんとかそうでいいですね、はい、山村壮さんなんてのはいいよね。いいですね。成田美紀夫とかね、まあ、やっぱり、うんまああのね、高倉健でも、うんうん、あのこうやってねあの大先輩のねお名前が出てくるとね、うん、なんか嬉しくなりますよね、うん、あのそれでほら忘れてる自分もいるじゃないですか、うん、ご一緒に仕事したりなんかして、うん、それで、うん、あの先輩たちがね、うん、あの ご一緒するとあの僕なんてその頃お芝居一緒にやったりね、うん、ドラマやったりなんかしてももう下手くそなわけですよ、うんねまあ、今だってうまいわけじゃないですけどね。でもそういう先輩たちが純ちゃん気にすんなとね、もういいんだよってこうやって雰囲気で楽しいっていうねあのやっぱ仕事してればいいんだからっていうのをなんかみんなこういう場所をね提供してくれたっていうのかしら。ですからそれが嬉しくて楽しくて、うんうん、だから現場が好きだっていうんですかね。そういうふうにみんな先輩が教えてくれたっていうのかな、まあ、あなたは渋谷で、はい、で、まあ俺が二刀流って話は俺はね、今ね毒まみしなかったら仕事ないよ本名だったら。要するに石井っていうね、うんそうそうはいはい、二刀流っていうか園芸の世界もかじったんでドグマムシという名前立川談志という、はいはい、あの彼がいたんで俺は今芸能界にいるっていうことだね。それと喋ることも好きだった。ドグマムシという名前が付けられたのは談志さんとの出会いがあった。そうそうそう人の出会いですよ。そうですか、うん、それでドクマムシという名前が背中を押してくれて、はいね、おいババアとも言えたわけ本名だったら言えないよ、ね、いやでもね、うん、おいババアって言えるのはねマムシさんがこっから根っからいい人だからですよ。なんか聞こえなかったねなんつったらいい根っからマムシさんが心豊かな方だからやっぱりねそういうねあの普通ババアだったら怒られますよ。いい、ね、いや聞こえなんかもう一回言ういやいやあのそうなんだよね普通はね、はい、喧嘩ですよ、うん、喧嘩になりますよババアとか普通はねくたばり損ないとそうそうお前賞味期限だって怒って帰ったババアいたもんその代わりそのババアはいい人生送ってないよそう思うしかないよ、ね、だから俺のやっぱり心情が分かってるから相手が怒らなかったって。そうですね。でもそれは毒の虫という名前になったから言えるってこともあるんだよね。それで俺は役者やってた俺の仲人は小林啓司さんだから、はい、東宝の、はい、あのいた大名優の、はいね、森重さんもいびられたっていう、はい、小林啓司さんが俺の仲人だから、はい、そういう意味ではあの何マムシさんの仲人をなさったのが小林啓司さん、うん、そうよ役者の時に知り合ってるから。あ、そうですか。だから小野やすしやなんかもそうよ。あ、小林さんの小野やすしさんで僕もお仕事をあのご一緒させてもらう。小林さんともうねやあったかい方でね、うんうんうん、ねでもこうやってそのよく仲人してくださいましたね本当にこれがね一番最初の仲人
ラジオも一緒にやったり東宝の映画も一緒に出していただいたんだけど、俺結婚するなら小林さんみたいお酒の師匠でもあるし芝居の師匠でもあるわけで、それで俺小林さんに頼んだらいいよっつって、で結婚式の仲人の挨拶というのは大抵俺を褒めるじゃない、はいはい、新郎新婦を、はい、したら俺のことを、私は器量がいいから俳優になりました、石井君は錯覚で俳優だそれ今でもずっとだから錯覚っつうの面白いですねよく出ましたね、そういう小林さんのセリフがね、そういうの仲人の挨拶はみんな緊張して聞いてる時に言うやだからみんな聞いてるわけだから俺それがずっとでやっぱり役者こいつは大丈夫かなと思っててくれたんだね、うんうん、それで立川談志を知り合ったりなんかしてこういう世界だから二刀流っていうのは要するに小林さんなんかが、うん、お前はいろんなことをやった方がいい、男子がお前はスタンドアップコメディアンになった方がいいよ、うん、お前セリフは間違えるんだし、うん、ね芝居うまくないんだから、ね、ウルトラマンで怪獣相手にしちゃダメだぞって、うん、そうよ、だから出会いだったよ、うん、そういう人と、そうですね、だからいい出会いがあったわけですけどね、うん、でもね、あの豆美さんね、もうご自分のことをね、もう大した役者じゃないとかなんか言ってますけどね、うんうん、これだけのね雰囲気をね醸し出せる人ってのはね今いないんだからうまいこと言うな、いやいや本当いないんだから、なんかレーズンウィッチじゃ悪いなだからね、やっぱり僕はねやっぱりこうやってね存在感があるっていうのかな、それに何ていうかしら、あのここが混じってるっていうのかな、うん、一緒にこういう人が今いないから、だから長生きしてくださいよ、あそうかね、もうまだ88ですよ、うん、ね、100まで、ね、いやだってあと12年しかねえじゃん、あと12年でしょ、うん、だから持ちますよ、12年しかないじゃねえか俺は12年で区切られることが腹が立つんだよ、あじゃあもっと先行きましょうよ、そうよ、だからあと50年は無理かもしれないけど49年はできるかもしれないじゃん、いいですね、そうするとね、はい、いろんなこと嘘つけるよマムチャンネル